皆さんこんにちは、バイク屋の夕方という感じでございます。はい、今日はですねカメラをねこうつけて、あとヘルメットの外に結構なんかマイクで、ね、いろいろ試したんですけど、やっぱりねテストですから、なんかよくいい感じに入ってるな、いい感じに なってるなっていうのもあったんですけど、なんか音割れがして、いやーこれダメだなって、こうあんまり近すぎるとダメみたいですね。逆にこう一回外れてね、下にこうブラブラ下がった時あるんですよ、メットの外に。それが結構いい感じに入ってるんですよ、声が。だからこの辺につけとくのがいいんですかね。まあいろいろと試してですね、ちょっとやっていきたいと思っているわけでございます。で、下でガサ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 音がしているのですね、今お食事をしているところでございます。よく食いますねで、はい、で、ちょっとですね市役所行って、まあ、レーシングの返納ですね、ナンバー返して、そして、今度はね最寄りの鎌ヶ谷の市役所っていうのがあるんですけど、こうやってね、でちょっと保険の国民健康保険ですよね、ちょっとなんか金額がすごい金額来てるんで、俺この間払ったのとなんかこう重複しておかしいなね、それで正規の引いた分のね、ものを出していてもらって、そして住民票をね、ちょっと取って、それで、あれです、免許証と古物証、ね、書き換えではないですね、名前を変更して、はい、そしたらね、免許の方で、前は確かね、そのままね、返してくれなかったと思うんですけど、返してくれたんですよ、住民票。2枚必要なかったですよ。古物証の方はね、取られました。取られました。2枚買ったんで、600円。もったいない、300円で終わったんですね。でね、前は住民票なる写しっていうじゃないですか。だから住民票じゃないです、あれ住民票の写しなんです、あくまでもね、役所が出してるやつは。はい、でそれをだからね、そういうこういろいろ手続きするのに警察でね、別にコピーでもいいんじゃないかと思ったんですよ。で現に例えば陸自で車検と、書類ね出すのに登録するのにコピーでいいんですよ、あれ住所証明書、住民票のコピーです。住民票の写しじゃなくてもいいです。その住民票の写しのコピーでも大丈夫なんですよ。だからね、別にほら、確かにコピーでいいじゃないですか。ね、その日付もあって、ちゃんとね、3ヶ月以内だったらいいと思うんですけど、なんかね、警察署はダメだって。で、なんて言ってましたかね。なんか不正に他の人になりすましてうんたらかんたら。いやー、コピーじゃそれはできないだろう。別に、なりすましてたら住民票なりすましてできますよね。普通に写しだけ。別にそんな問題じゃないと思うと、できちゃうよね。まあ、別にそんなに重要じゃないんじゃないかなーなんて思ったんですが、まあもちろんね、警察の言い分、ね、というのは 100% 正しいので、やっぱりね、お上に、ああだこと言ってもどうすることもできませんからね。で、今回はね、2通持ってったんですけど、1通だけで済みましたね。ああ、残念。古物証でね。なんでこんな遅くなったんですか。あ、お姉さん、若い父兄の方ですね、はい、眼光がね鋭いんですよ。あ、はい、すいませんもうあれですよ、すいませんですよ、もうね、いやー、めんどくさかったからなんてとんでもないですよね、そんなこと言ったらね、えーとって言っといた方がいいよ、はい、余計なことには答えないね、質問されたこと以外には、余計なことは言わない、これが泣いてますね、そんな感じでですね、やってたんですけど、やっぱりちょっと、ね、時間かかるんですよ。ね、おまわりさんとかね、時間かかるんですよね。それで、ちょっとね、警察署で、外で、廊下でね、待って。そしたらなんかね、隣からね、すごい大きな、女性の大きな声が聞こえてるんですよ。で、携帯電話をなんかどうのこうのって言ってね、そして紛失した携帯電話が、だ電源が途中で入って、どうのこうとかね、なんか言ってるんですよ。喋ってんの、しかも筒抜けだぜ、ここよって思ったんですけど、公的機関なのにね。しかも、なんか最初はなんかそういう相談なのかなと思って、これはなんか問題ですよ、どうのこうのって話をしてるんですよ。で、よく分かんなかったんですけど、そしたらなんかね、警察署のなんか会議室になんかいっぱい集めて、そこで話をしてるみたいなんですよ。途中からね。うん。なんか、雰囲気的には、なんか、これだとなんか何々党のねどうのこうのって、また支持率がどうのこうのって言ってるんで、あ、政治家の女の人が喋ってんだと思って、そ
かもやっぱり与党ですよ。何民党って言ってましたから、はい、もしねあれが風今それでも今風当たりがどうのこうのって喋ってる、これは警察署のあれ問題ですよみたいな話をしてるんで、なんだろうな、まあ、携帯電話がどうのこうのとか紛失してどうのこうのそんな話なんですけど、しかも筒抜け廊下に響き渡ってる、いいですよね。だってそしたらちゃんと締め切ってね、聞こえないですよ、響き渡ってるんですか、喋って大丈夫ですか、私これ命狙われたりしないです、いつの間にかいなくなった、消えちゃったってね、あれ最近動画アップしてないけどどうなったんだろうねなんて、なんかもう存在すら、消去されてる、動画も全て消去、いつまで消去されてね、もう何もないみたいなね、怖いですよね、わかんないですからね、余計なこと。ちょっと待ってたんですよ、待ち合わせで。じゃあお電話いただきましてね、前にレーシングをご購入いただいたお客様なんですけど、なんかなんかちょっと来られたみたいで、それで、なんか友人のオートバイをちょっとね、なんか見てほしいっていうことだったみたいなんですけど、また来ますから、ああ、すいません、警察なんです、今って。ああ、そうですか。いや、別にそんなに、別に何にもないですよ。普通、ただ、ただそういう理由で行っただけでなんで、はい。警察っていうとね、危ないですよね。それで、そう言ってね、ああ、すいません。戻ってきて、それで、レーシング、ね、先日、ご購入いただいたレーシング、購入中でございます。やっぱりブレーキやんなきゃダメだなと思って、ブレーキフルードだけの交換はちょっとなってやっぱ思ったんですよ。で、やっぱホースね、前キャプチャーのホースがやっぱりこれ液漏れしちゃったっていうのがあったんで、で、レーシング125も同じようなホースがついてるんですよ。ステンメッシュの。ステンメッシュだったらいいじゃないですか。でも外側の、こう樹脂のね、透明の、あれがついてる、それもね、結構硬いんですよ。だからこれやっぱダメだなと思って。で、ふと思ったんですよ。あ、そう、この間レーシング150から外した、うちの試乗車から外したいいホースがあると思って、まだ新しいホースがあると思って、そしたら大体合わせたら、あ、大体一緒だ、あ、大丈夫だって言うんでね、それでそれに付け替えて、あとシール、キャリパーのシールを持ってたんで、レーシングはね、普通に出るんですよ、キャリパーシールだけで。GP とかは設定がないんですけど、多分一緒っぽいですけどね、一緒っぽいですけど、まあ、とりあえずそれがあるんで、それを付けてね、はい。で、マスターの方はちょっと、ホンダのやつを使わせていただきましてね、取り付けさせていただきました。なので、ブレーキを入れてます。そう。ね、言っていながらね、10年ぐらい経ってるスクーターでね、大体スクーターで乗り、まあ、エンジンオイルとか変えても、そういった部分っていうのは結構乗りっぱなしだったりするじゃないですか。まさかブレーキホースとかね、あとブレーキフルードも、まあ、あんまり変えないみたいなね。で、そういったんだと、どうなんですかねなんて自分で言っててね、自分でやんないんじゃね、あれかなと思って、やっぱり開けてよかったかなって。バラしてね、で、入れ替えてよかったなって、今はと思いますよね。パフォーマンスだって、そんな映像で撮ってパフォーマンス見せてるだけだろうみたいなね、みんなそんな風にやってるように見せかけてんじゃねえのかみたいな思われてるやつですけどね、やらないのもあります、はい、でも やるのもあります。例えばほら、R1150RS もね、やりましたし、やっぱりどうしてかというと、なんかね、過去にね、やっぱあるんですよ、そういうのが。ブレーキホース持っちゃうとかね、ダメになっちゃうとか。だからさすがにね、難しいですよね。やっぱり交換するのがいいのかな。で、もちろん、そういうのが価格に反映されていくんですけど、結局はね、乗られる方のためになるのかなと。うん、で、それだけじゃないですけど、やっぱりお店のためにもなりますよね。ちゃんとしたものをちゃんと整備して、ちゃんとした状態にして売るっていうね、販売するっていう。そうすると、やっぱりお店としてもね、あそこはちゃんとやるんだぞというね、あれにもなりますから。ついね、手抜きしたくなるんですよ。楽したくなるんですよ。うん、でなるべくね、手間かけずに、利益を、簡単に出してって やりたくなるんですよ、ね。だって、いろいろ手間かけても、その分は必ずしも回収できるわけじゃないのでね。はい。まあ、今回は放送はあってよかったですよね。まあ、頼んでも別にあれなんですけど。うん、いや、ダメ。これ普通に頼んだら結構しますからね。うん、だからまあ、今回はたまたまそんな感じでね、できましたけど。はい。利益はね、危ないですから。皆さんもぜひですね、整備しながらお乗りいただければと。あと日常点検ぜひね、やられていただけるといいのかな。人回りたりするのにね、あとエンジンオイル入ってるのかなとかね、センタースタンドで立ってるオートバイだったらね、その場で抜け、それで抜いて、で、まあ、奥まで刺さってた分だけ上まで来てると思えばいいんで、あ、入ってるなとかね、わかるじゃないですか。まあ、外から見えるやつが一番いいんですけどね、窓ガラスでね。で、あ、OK だなとかね。うん、あとタイヤとか見て、釘とか刺さってないかなとかね、ちょっと簡単に見て、それからね、乗られるといいのかなと、うん、思ったりしますが、結局は自分に返ってきてしまうので、うん、なんかあったんですね。
それなりに余裕があるといいのかなと思いながらも、朝早く、うーやべ、遅刻だ、まずい、急がないとっていう時に、そんなことしてる暇もないって感じしますよね。でも、何かあったら、それこそもっとしたんですからね。ぜひね、整備はしていただければと思います。はい。さあ、ジャンプ、はい。さあね、今回は店長がですね、ご挨拶。ウィー。どうですか、顔が少しなんかこう、若返ったような気がしますね。はい。昨日、ちょっとカットしましたんで、カットしたって、カットに出したわけじゃない。うちでカットしました。顔周りはね、ハサミで。はい。で、体はね、縦髪がありましたけど、縦髪なくなりましたね。こうね、ほら、この横もなくなりましたけど。それはね、バリカンで。はい。毛並みに沿って、逆らわずに毛並みに沿ってやるのがいいらしいですね。はい。無理すると、やっぱいけないみたいな。さあ、どうですか？武蔵。ほら。うい、うい。うい、うい。うわ、こんな感じで。はい。もう外は暗くなってまいりました。はい。ね。はい。そのところで、店長武蔵チャンネル、またよろしくお願いいたします。失礼します。